キッシュは、卵と、生クリームを使って作るフランス、アルザスロレーヌ地方の郷土料理。最も知られているキッシュは、ラードンやベーコンが入ったキッシュロレーヌである。温かい状態と冷ました状態の両方で提供され、世界的に人気がある。パイ生地、タルト生地で作った器の中に、卵、生クリーム、ひき肉やアスパラガスなど野菜を加えて熟成した、グルイエールチーズなどを乗せて、 オーブンで焼き上げる。ロレーヌ風キッシュではクリームとベーコンを加える。ナッツ類を加える場合もある。生地ごと三角形に切って皿に出す。地中海沿岸の地域でも一般的な料理である。様々なタルトと左下のキッシュ言葉としての書出は1605年にはロレーヌ語で1805年にフランス語で確認されている。 英語での最初の使用は1925年に記録されたキッシュ・ロレーヌである。語源は不確かだが、ドイツ語の空気と関連すると見られている。キッシュはフランス料理とされているが、卵とクリームを使ったペーストリーは遅くとも13世紀にはイタリア料理で、14世紀にはイギリス料理で実践されている。食肉、魚類、果物を含むペーストリーを、 卵やクリームと組み合わせたレシピは14世紀に書かれたザ・フォルム・オブ・クリーや15世紀のイタリアの料理本、リブロ・であるテ・コキネリア等で研究されている。キッシュ・ロレーヌ・キッシュ・ロレーヌはもともとは卵、クリーム、ラードンが入った人気のあるオープンパイだった。現代の英語圏ではキッシュの調理には通常熟成したチーズを含み、ラードンはベーコンに置き換えられる。 ほうれん草のキッシュキノコとリーキのキッシュキッシュには様々な具材を使った豊富なバリエーションがある。フランス語でキッシュをフロマージュやキッシュをシャンピニオンのように記述的に命名される場合があり、フロレンティーヌやプロバンサルのように伝統的に命名される場合もある。ありがとうございます。